ちは、せんちゃんです。皆さん、今日は私の仕事は、そら豆。こうやって白いの。こちら、私のそら豆植えたです。これはね、11月の10日にそら豆をまいた。今はね、どうなかな、ちょっと元気ないみたいです。ちょっと少しも草もあるです。今日は私、草取って、そしたら見たら、ビニール取った方がいいんじゃないかなって思ってました。今からそら豆大きくなって、ビニールも取りやすいし、今はまだちょっと ビニール取りやすいです。今日はそら豆のビニール取って、今度は明日、明後日から雨いっぱい降ってる、大きくなるかもしれないです。私ね、今にですはビニール貼ったら、私この前肥料は草石灰と辛いもの肥料を振ったらちょっと多かったかな。まだいっぱいまだ溶けちゃうし、だからいっぱい雨で降ったら溶けるかなってみんなに見せたいです。とっても多いです。はい、みんな見せて、ほらほら、すごいや。今からね、今から大丈夫みたいです。見て、ほら、こんな感じです。ちょっと霜は合ってるかな。まあ、今からね、楽しみある。今はね、今から花も咲くです。ちょっと草もあるし、こうやって見て、私ね、こうしてね、わ、根っこはね、まだしのいて、いっぱいある。まあ、大丈夫です。少し、今度私、こうしそうかな、そうし。きれいにしてる。わ、見て、すっごい広いです。広いです。私はね、そら豆今年3枚で植えた。みんな、これは1枚で、あっちの方の家の後ろの1枚で、見に行くかい？ 1 枚で、もうあそこはね、ちょっと綺麗になった。花も咲いた。はい、あそこに家の方の見に行く1枚からね。はい、行ってみる。そこサンハウスは私のお父さんの辛い芋です。見て、これは私の畑です。そら豆、これはここで植えるかなと思う。これはね、これは昨日はビニール貼って、また今日はね、苗あるかな、また植えるかなと思う今日は。そしたら見て、ここもね、皆さん見て、これはね、2枚はね、ここはこですです。今ね、ちょっと綺麗の、ちょっと花咲いてる。あ、見てないね。これ、少し花咲いてる。今日はね、ビニール取るかなと思うし。1ですはとっても綺麗です、ここ。これ、この前に植えたけど、ちょっと草あるみたい。今日はそら豆のビニール取って、はい、今はね、私はね、ビニール取るかな。今はそら豆はまだ小さいで、ビニール取った方が楽です。もうちょっと大きくなったらビニール取ったは大変です。もう今はビニール取った方が楽かな。今日はビニールそら豆取ります。
って終わりました。すごい。見て、私空豆で出ないところも多い、出るところも結構、草もね、たまにね、草もねありますよ。ほら、ちょっと今日はね、草に通るかなって。ちょっとね、見て、葉っぱはね、なんだか黄色になってるし、肥料は足りないやないか、肥料は足りないやないです。ちょっと多い船よ。私たっぷり入ってる。あんま多いってのは大きくないかな。去年はめっちゃ綺麗だった。大きいの空豆してる。今年私いっぱい植えた。とっても植える時は去年の11月植える時、植えたらね、全然私忙しかった、見てない。こんな広いだった。今から考えて竹に立てるかなと思う、そのままかなって。どうなかまだわからないで、忙しいです。そしたら見て見て、ひねはね、ひねはね、すっごい、ほら見て、めっちゃ白いあるよ。白いのは見て、皆さん見るかな。ほら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 、そう、石灰と辛いも肥料たっぷり入ってるから、まあ多分今から大丈夫と思うけど、楽しみ待ってる。皆さん、そら豆は楽しみ待ってね。私は楽しみ待ってます。皆さん見て、これ花咲いてる。これはね、2番目の畑です。今は全部ビニール取って、次はね、竹の層かなと思って、あ、今日は回らないかな、明日かな。はい、皆さんこんな感じです。そら豆、皆さん最高まで見てくれたありがとうございます。また先端のよう見てねー。